情熱タイプと安定タイプっていうお話をします。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、情熱タイプと安定タイプっていうお話をします。どういうこと？大体ですね、我々の行動パターンっていうのはですね、この情熱的なタイプと安定的なタイプの2つに分かれると言われてるんですね。情熱的なタイプっていうのはですね、いつも自分の限界や自分の殻を超えたいと思ってるわけです。ところがですね、まあ女性によく多いんですけど、私は女だからとかですね、私にはしなければいけないことがあるからっていうふうに殻を超えられない。そうするとですね、私にできないことを平気でやってるような男性を見るとすんごい可能性を感じる、魅力を感じるわけですね。つまり自分にはできないけど、自分のパートナーが自分のできないことをしてくれるということで、本当に一体化、自分がまるでしたような感じを感じられる。で、そういうようなタイプっていうのは、自分はどちらかというと、まああまり旅行とかも行かないタイプなんだけど、彼っていうのは世界中をバックパッカーで旅をしてる。あなたの世界の果てまで行ってきて話を聞かせてほしい。俗に言うアラジンの魔法のランプの中で塔に閉じ込められてるお姫様が、僕の絨毯に乗って君に世界を見せてあげるよ。まあこういうのがですね、すんごく情熱的なタイプっていうのは、自分にないものを持ってる人に魅力を感じるわけですね。うちの奥さんは昔初めて出会った時に、私はその頃ヘビースモーカーでしてですね、鼻に2本、耳に2本、タバコを放り入れてですね、全部動けるんだよっていうのをファミリーレストランでやって遊んでたところ、こんなに周りに人がいる中で、こんな恥ずかしいことをやれるっていうのは、なんかすごいと思ったらしいんですね。その後、大変な目に遭うわけですけれども、決して私ができないようなことを平気でしちゃうっていうのに、まあ、実は魅力を感じたわけですね。まあ、私はどちらかというと、海外でもですね、旅行は個人旅行で好きなことをしたいタイプですから行きます。うちの奥さんは海外が大好きだったんだけど、まあ、パックの旅行でしか行ったことがなかったので、まあ、そういう型破りなところに魅力を感じたんでしょうね。一方、安定なタイプっていうのは、すごくリスクを怖がるわけです。もう今持ってるものがなくなるっていうのがすんごく怖いわけですから、チャレンジっていうのはより良くなるかもしれないけれども、なくしてゼロになっちゃったらどうするのよっていうのをすごく怖がります。そしてこの安定志向なタイプっていうのは、もう本当に安定こそが全てなんです。朝はご飯とお味噌汁と鮭を焼いているのが30年みたいなタイプですよね。これがザ朝ごはんなんだよ。もう本当にパターンは一緒。誕生日は誕生日ケーキとチキン、これが全てみたいな形で安定的なもの、お正月はおせちをみたいな感じになるわけですよね。だから変化っていうものが怖いですから、安定タイプっていうのはまあいいじゃないかみたいな形でコミュニケーションも怖がるわけです。もうちょっとなんか新しいチャレンジをしましょうよって言うんだけど、いや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 。ところがですね、この情熱的な変化を求めるタイプっていうのが一番嫌がるのがですね、無関心。もう無関心であるぐらいなら喧嘩をしたいなんていうふうにも思います。昔私のクライアントでですね、すっごく情熱家タイプの奥さんと安定志向のタイプの旦那様が結婚したんですね。情熱家タイプの奥さんっていうのはチャレンジをいっぱいして、あまりにも失敗ばかりしてた時に、ものすごく安定志向の
旦那さんと出会ったんですね。そしてふとこう思ったんです。あ、この人だったとしたら一生私のことを愛してくれて私は大丈夫じゃないのかなと思ったわけですけれども、こういうタイプの人っていうのはもう愛を誓って結婚したわけですから、そっからいくあまり愛情表現っていうのはしない、まあ純日本的なタイプだったんですね。一方奥さんっていうのはですね、愛なき人生は人生じゃない、ノーラブノーライフみたいな人ですから、ご主人にもっと私に構ってと思ったわけです。で、愛が感じられないタイプの奥さんっていうのはですね、結構嫉妬深い奥さんでもあったわけですね。そして彼女はこう思うわけです。私は大好きな人に嫉妬するということは、うちの旦那なんて全然私に嫉妬してない、私に愛がないからよね。で、そうするとですね、奥さんっていうのは何かと旦那様を嫉妬させようとするわけです。そしてですね、ちょっとダンスなんかができるようなことがあるバーなんかに行っちゃってですね、奥様もそれなりに美しい方なんですけれども、ねえねえ私と踊ってくださらないってご主人と一緒に行っているにもかかわらず誘ったりするんですよね。いいでしょあなたなんて言われると、ご主人はああ行ってきなさい、安定志向っていうのはいい人のふりをしますから。そして本当にべったりとダンスをしながらチラッチラッ嫉妬するまで、本当に私のことを愛しているなら嫉妬するはずよ。今ですね、男性の皆さんのまあ 75% はこう思ってますね。嫌な女だな。それは嫉妬という感情を感じない、つまりどっかで蓋をしてるわけですよね。その時に本当にそういう感情というものを表現しない。ある時にですね、まあ結構有名な芸能人の方なんですけれども、銀座に好きな、まあ、ホステさんがいたんですね。そして銀座ですから、ずっとその人じゃなくて違うお客さんのところに接客に行かなきゃいけないんだけれども、その有名な人っていうのはトトトトって言って自分の名刺を渡すんです。結構テレビで有名な人ですから、名刺をもらった人も、あ、どうもいつも見てますテレビで、なんていう話をしますね。そうするとまあそのホステさんが代わりにですね、よしこさんって言うから、うちのよしこがいつもお世話になってます、うちのってつけるんです。そしてよしこさんが言うんです、もうあなたなんであんな営業妨害のようなことをするのって言ったら、その人がこう言うんです、俺は嫉妬深いタイプやからな、俺以外に優しくされるのが嫌なんや、もう常々みたいな形で嫉妬っていうのを上手に使うわけです。これは動画を見ていただく皆さん、彼があなたに嫉妬するっていうのは嫌な感情じゃないでしょ。でも男性っていうのはそういうようなことを抑圧しちゃうわけですね。本当に私に嫉妬とかしないのなんて言っても、するわけないじゃないかなんてことを言うわけです。でも逆にあなたが彼に嫉妬しちゃうなんていうのを言ってあげるのは、殿方は大好きかもしれないですよ。いつもお話ししてますけれども、感情というものは女性の皆さんが教えてあげない限り、男性が、特に日本の男性が自ら学ぶということは少ないんですよ。今日のお話、あなたの役に立てましたか？もしよかったら、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日は、
講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね。9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分、費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから、意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。